で、出張だとさ、なんか寂しいじゃんか。いや、頭ぶつけたの大丈夫だし、でもなんか本当にめっちゃ、なんか不幸。ブリントさん、ありがとう、レインボースター。ブレブレ。新幹線、激混み。激混みですよ。1時間半待ちました。駅で。乗るために。めっちゃ待った。超待ちました。久しぶり、でも出張久しぶり。嬉しい。嬉しいの。久しぶりで嬉しい。ね、長かった。こんばんは。顔が薄くてすいません。お土産あげありません。もう無理です。お土産を買うお金はありません。 どんだけカツカツやねんって。そんなこともないけど。出張って何するものの？仕事をしに来てるよ。仕事。 何するもん。それはあれだね、職種に。それを、その内容を話すとさ、私の職種がバレちゃうから言わない、言えない。 最近オタ活してない。一個の異常、一個寂しい。6時間、金沢経由。そっちの方があれってこと？止まってなくてってこと？出張は関西方面が多いの。まあでもさ、東京からさ、東に行くか西に行くかだと西に行く方がさ、県の数が多いからさ。ね。お盆休み、お盆休みは特に取ってないけど、でも、昨日は休みにした。 昨日はお休みですって、お休みしますって、体調不良とかじゃなくて、振り替え休日もらいますって言った。 やばいね。だって金沢こう行くことになるもんね。大変だ。サンダーバードね。そう、だからちょこちょこ休みは取ってるけど、休みを取らないと有給が消化できない。やばい、どうしよう、どうしたらいいかな。で、そのさ、有給消化、どう有給を消化したらいいかに迷ってて今。なんかその有給を取ろうと思っても不利休がある、たまってしまうんですよ。だから不利休消化で、なんか有給はっていう。 有給いつ使おうかなみたいな。なんかだってさ、ニアジョイちゃんガチで行きたかったんだけど、迷いすぎて応募のタイミングを逃してしまいました。そう、お風呂上がりって書いとこう。お風呂上がり。え、有給買い取ってほしい。そう、なんでオタクの、オタクをするから体が死ぬんじゃないよ。オタクをすると体が元気になるからオタ活をしてるんでしょ？ねえ、みんな。 え、なんかさ、違う。一度に休みを取ったらさ、ツケが回ってくるのは自分じゃん？それが嫌だ。田所さん、ありがとう。ねえ、海外旅行行きたい。私でも仕事好きだからさ。そう、やだ、有給は絶対休む。 なんか昨日もお休みだったんだけど、お休みもらったんだけど、もうめっちゃ寝た朝。でも朝、私ね、マジでね、6時くらいのとかに目が覚めちゃうんですよ、6時台で。また寝て、で、なんか、なんやかんや、9時くらいに起きて、で、出張前に洗濯物とか回そうと思って、
回しながら寝てで起きてお昼を食べてドラマ見て、ドラマ見て寝て、アロハー、マジ寝てた。一日中ドラマ見るか寝てたかも。久しぶり寝たら、ね、もう 寝まくったらやっと目が開いた。なんか最近目が開かなかったから、いつも寝てるんだけどね私いっぱい。ハワイパンが600円だって、やばくない？やばい髪の毛今んとこ切る予定はないけど、いつか切ろっかな。でも切ったら伸ばしたくなっちゃうからさね美玲ちゃんの可愛かった。チューチューチューってして、チューチューチューじゃいや、愛をぎゅっと絞って。いやね、もうね、なんか眠いんですよ。何したって疲れてなくたってね寝れるんですよ人間って、いくらでももうね、なんどんだけでも寝れる。体ね関係ないの。塩二つでハートになってピースを逆で猫耳、ねえねこっち来て耳傾け、なんだっけ、好きよみたいな。こんばんは。そう、出張の時はなんか別になんか、ね、早く寝ればいいんですけど、なんか寂しいからなんか寂しい、なんかさ寂しいじゃん。だから配信してみようって気分になる。そう、可愛いでしょゆきなちゃんってばね。えほんまに可愛くな、可愛いこと言っちゃってまた困っちゃいますよね皆さんね出張配信なくなったら察します。寂しくないって、出張はいつでも寂しいよねえ。かわいいねえ、かわいすぎて涙が出てくるよ。ちょっと髪の毛アイロンしないからもうふにゃふにゃだ。いや、猫耳のやつはメイクしてるときにしましょう。ちょっと待って、本当にブサイク、すっぴん無理。まあいっか、もう何でもいいよね。そうだそうだ、タンコブできてない。ゆきなってやめないさん、ありがとう。結婚したいだって、したいだった、してだった。久しぶりに自分のすっぴんの現実見た、かなっちー。あくびしまーす。はあ。よいしょ。珍しいよ、レアだよ。ちょっとなんか、私さ、クマ？本当にクマ？本当にクマやばいからさ、どうにかしたいんですけど、クマ。ね。そう、でもさ、出張だから荷物楽にしたいからね、パックの、めっちゃさキモいんだけどさ、その化粧水とかのセットとかなんかボトルで持ってくとあれじゃん。でパックを持ってきてるんだけど、でもちょっとパックももったいないと思って、パックの袋の中に入ってる液をつけてこうやって化粧水みたいにしたケチった。こんばんは。 JK 無理よ、童話がいても JK は無理よ。浴衣、荷物を減らすためにね、部屋着は、借りることにしてる。
ックは使ってない。パックはだからその空袋に入ったもん。彼女感。チュルルチュルルチュルルルルルチュ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 ルルルチュルルルチュ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 ルルルチュルルチュチュチュ。制服ディズニーしてみたかった。したい人生やった。さやきんさん今日卒業公演でしょ。なんかツイッターに流れてきた。なんかさ、毎日誰かの卒業公演してるね。ねえ、悲しいよね。悲しいっていうか寂しいよね。ジャニーさんありがとう。彼女感強いな。だって彼女だし。知らんけど公演リクガーは何に投票する。そうですね、俺はやっぱり推しメンが推しメンに歌ってほしいから、てか推しメンの名前叫びたいから涙の湘南かな。それか、まあ、8人になったパターンのやつだけど、の雫公園の君は僕の風かな。まあ、推しメンが見たいっす。ドボン楽しかったよね。マジで、ドボンさ、ドボン面白かったんだけど、普通なんかでも大変だよね、地道だから。マジで一日中ドボンやってた。いや、お代理さんのことは推しメンなんだけど、そのもう一度先輩後輩っていう関係になってしまったがゆえに、なんかそのイコラブちゃんのイミちゃんたちみたいになんかキャーキャーできないし、推し活もできないし、なんかだから すごいいつもすごいなんかもどかしい気持ちでいます。なんかなんか絶対に叶わない恋みたいな。あ、ちょっとキモいな、やめよう。ちょっと待って、755やれなく、あ、見た切り抜き、ショールームの切り抜き流れてきました。そう、ね、私めっちゃスタンプバカ押してたよね。ハハハハハって、イエイエイエイって。多分さ、対戦してたメンバーの中でもかなりスタンプ押してるメンバーだと思ってたんだけど、とすぐスタンプした。いや、そのじゃご飯誘ったりとかできる関係にはなってるんだけども、なってるはいるとは思うんですけど、だけど私はやっぱオタクとオタクだったから、なんかいやでもそのちょっとなんかああみたいな、なんかもうえみたいな、なんかもう心が苦しいんです。あまり当たらなかった。多分それはね、あのね、ユキナの称号にしてなかったからだと思う。ユキナの称号にしてたら当たってて、ちょっと待って、無理でもね、そう、まあそんな、そうでも最近はね、にょ、懐かしいにょ。なんか本当に心が苦しくなる人が2人いるんですよ、私が今なんかその見てると心がギュッとなっちゃう人が2人いているんですよね。
2人いる。もうどうしようもないんです。なんか恋ではないんですけど、わしじゃない、残念。スタンプめっちゃ押してた。でしょでしょ、私多分結構押してたと思う、楽しくて。違う、あのいおりちゃん、まずいおりちゃんとなごちゃんはまあそれは好きなんだけど、なんかまた違う感じ。まず一人目、小田えりさん、さっきも言った通り。二人目、星川あすみちゃん。なんかさ、分かった、どうし、何がドキドキするかっていうと、そのアスちゃんも、アスちゃんも同じようになんか推しメンの一人なんだけど、でもなんか普通になんかかりんの友達としてなんか普通に喋っちゃったし、なんかそのさ、ただのオタクで行くってよりかは、なんか向こうもさ、かりんの友達みたいな感じでさ、思ってるしさ、なんか、ちょ待って、ほら、ひなちゃん言った、ひなちゃん待って、誰、一番、アスやった、アスやばくない、あれさ、なんでそこに、なんでさ、今までどこにいたのって、いつ、急にどっから現れてきたのって思うよね。なんで、そのさ、19歳までさ常人でいたのって思う。ケンさん結婚してありがとう。いや、なんかアスちゃんは女子校でモテるっていうか、はなんかほんとみんなが「あ、今の子可愛かった」みたいな、なんかいつもこっそりひそひそなんか「あの子可愛いよね」みたいな、いつも見るけどさみたいな、そういうタイプ。通りすがりした後に絶対こしょこしょ噂話しちゃうタイプ。見た今の子みたいな顔見ながら、スプスラだったら一番アスだった。そう、いや早い段階とかのレベルじゃないからないから、もう本当にそのかりんのねお披露目を見に行ったよ、私は見に行ったけど、その時に、いやごめん、あの子がいっちゃん可愛いわってもうそこからですから。いやかりんも頑張ったよ、かりんはもはや面白くて可愛かったけど、そうね、やっぱセンスあんね。でもアスちゃんじゃないかな、アスじゃないかと思った、予想は。ちょっとそのさ、チェキ、対馬、かりんと取ったの？かりんと取ったチェキ私にちょうだい、ひなちゃんとかりんが取ったチェキ私にくれ。かりんそうなんだよね、背高いんだよね、162ぐらいある。いやまりんちゃんも可愛いよ。あ、そうなの、見つかってた、へえ。七月可愛いよね。写真、じゃあくれなくていいか、写真だけ送っといて。かりん、そうかりん転生してね、転生したんですよ、転生したから。こんばんは、よろしく、待ってんで、待っとるで。ね、かりんね足長いんでね、マジで骨格ストレートって感じ。それでひなちゃん レア急に来た、急にずっと現れないくせに急に来た。それでマリンちゃんとそうなごちゃん友達なの俺知っとったから、イエーイマウント、知っててずっと嘆いてた、なぬって。あれをツイッター出る前から知ってて嘆いてた。
青の子も行きたい。セノマリン、セノマリン、ラララララララ、セノマリン。ミッタンって誰だ、ミッタン、ミッタン。そうだよ、ミュウも転生したよ。ミュウ転生した。福と、ああミツホ、ミツホってさ、そっか、ミッタン、ミッタンって言わせてたわ、ファンの人に。思い出した、ミッタンなんて言ったことないもん。福留め全然合ってな。ミッタン、なんかみんなにさ、福留め、ニックネーム最初さ、福留めって呼んでくださいってさ言ってたけど、いつの間にかさ、なんかファンの人にミッタンって言わせてたよね。松村のミッタンですか。松村のミッタンはね、よく連絡取ってるよ。松村のみったん、この間マジでずっと連絡取ってた。本当はね、会おうとしてたんだけど、あのちょっとね、急遽会えなくなっちゃって、会えませんでした。またリベンジしまーす。松村のみったん、尾上さんは、尾上さん最近ちょっと前まで撮ってて、ここ1週間ぐらい撮ってないかも。尾上のみったんはね、そう、ね、頑張ってほしい、2人まだ若いから。え、高校、え、でも待って、もう高校2年生もしかして。2人ってさ、高校2年生になった。2年生、1年生まだ、高 1? 高 2? 17歳、高 2? そりゃあさ、私も年取るわけだ。私も年取るわけですよね、そりゃね。もう私だって23、 今年度で24の年ですよ。びっくりだわ、チークそんな濃く見えてないか、大丈夫。そんな濃くなってない、結局大丈夫。いや、まだ荒さはね、まだで、まだです。誕生日1月22日だね。いくちゃんと市木れなちゃんと新内舞ちゃんと佐々木久美ちゃんと山下しずきちゃんと誕生日一緒、覚えてください。そう、若いよね。なんかさ、マジで思う、そのさ、アイドルでいるとさ、こんなさ、おばさんおばさんとか言われるけどさ、この社会人になるとさ、もう全員年上なわけで、そのクライアントさんとか、そのお話しする人もみんな年上なわけ。全然圧倒的に年下で、あ、私ってまだまだ若いんだと思って元気出る。元気出るもん。え、これ知らないんですかみたいな、ジェネギャですねとか言ってんだよ私。さすがに私18歳の子はいないわ。私が一番下、正社員だと。正社員？そう。お腹が鳴るんだ今日。晩ご飯食べたら、晩ご飯ね、あのね、何食べたっけ、冷ややっこと、冷ややっこと山芋の磯辺揚げとホルモン焼きと
ナスのチーズ焼きと、あとなんか牛タン焼き、ビール飲めない、梅酒ソーダ飲みました。そう、居酒屋行きました。居酒屋、居酒屋、あやばい、あくびこのままするとこだった。居酒屋めっちゃ美味しかった上司と行きました。毛伸び、毛伸び得意じゃなかった。私毛伸び苦手でした。なんかさ、毛伸びでさ、みんな5メートルぐらい進むけど、なんか10メートルぐらい、私5メートルしか進まないの。お、飲み行こうな。どうしようかな。そう、私居酒屋、なんかさ、お酒めっちゃ飲み飲みタイプじゃないけどさ、居酒屋のメニュー、ご飯メニューが好き。なんかそのちょこちょこちまちま食べれるのが好きなんですよ。そのいろんなもの、なんかいい感じのボリュームでさ、いっぱい食べれるじゃん、いろんな小皿で。それが好きです。よいしょ、手疲れた。ポテサラ、ポテサラか、チョレギサラダがいいな。あ、はあ、締めはら、締め食べてない、締めいらないですお腹なりそう、お腹がやばい、ね、お腹の消化がやばい、お酒飲んだからかな。でもお酒ね、一皿、違う、一杯しか飲んでないです。そうなんだよね、小皿の方がいいよね。パインジュースなんだよね。お酒飲まんのかい。ラーメンね、ラーメンねあんま食べないけど、たまに食べる。なんかさ、岡山の好きなラーメン屋さんがさ、なんか前はもともと豚骨ラーメンのお店だったのに、なんか中華そばのお店に変わったらしい。ってじゃあ前の味は覚えな、どんな味か全く覚えてないんだけどさ覚えてないんだけどさ、もうその味を食べれないのかってなりました。秘宝、え、知らない。岡山駅のちょっと歩いたとこにあるラーメン屋、そう、山下商店だっけな。どんな系統、じゃがいも、家系ね、あんまと、もう無理だな、胃もたれしちゃう。おぬぬめわかんない。岡山のお店はね、岡山のお店私あんま知らない岡山、マジでさ、もう岡山のこと私わかんなくなりました。岡山はわかりません。だってもう帰ったらさ、違う町になってんだよ。あ、ラーメンストリート行ったことあるよ。それこそ私誰かとラーメンストリート食べた気がする。メンバー。あれ違うわ。違うわ。それ違う。ラーメンじゃないもん食べたか。そうそう、岡山の居酒屋さん、
分からんのよ。トングは相変わらず、ね、聞いてほしい。あ、そこなべちゃん言ってくれたんか、山下商店。なんかさ、あのね、私の大好きなトングっていうパン屋さんがあるんですよ、うん、多分ね、ずっと配信見てたくれた人は知ってるんだけどさ、あのトングっていうパン屋さんがあるのね。で、そのトングがね、そう、なんかこの間、なんだっけ、ロフトじゃなくて、なんだっけ、あの緑のカインズじゃなくて、なんだっけ、なんだっけ、東急ハンズだ、東急ハンズを見たら、なんかトングの便箋が売ってたんです。バターロールと、なんだっけな、そう、なんか、そう、地元、なんか地域のそのパン屋さんの、そのパンのパッケージのなんか便箋売ってて、買ってないんですけど、だって誰に手紙出すねんと思って、めっちゃ買おうと思ってレジの近くまで持ってったけど、私便箋出す人おらんわと思ってやめました。そう、雷、雷鳴らせ、雷鳴らせ、手紙ください、手紙、ゆきなちゃんへ幸せになってねっていう手紙ください。本曲いいよね。私はね、セキラ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 が好きです。そうなんだよね、おだいりさん、おだいりさんに書きたいけど、違う、おだいりさんに書きたい気持ちはあるのけど、ただキモいと思われたくないんですよ。いや、もうキモいと思われてるかもしれないけど、ちょっと待って、なんかそう、もうすでにキモいと思われてるかもしれないけど、これ以上キモいと思われたくないんですよ。いや、なんかその一回後半やったくせに、なんかまたオタクしてくんのよってならないかなって思うので、ちょっとそう、そんなに直接言ってこいよって話じゃないですか。結婚を、私ですか、結婚したい、若いうちに結婚したい、30までにウェディングドレスを着るそう、本当に好きだから思った考えちゃう。そうな、そうだよ、今も後輩だよ。ファーストラブ様大好き。始まりは今回ファーストですら、突然ですが初めまして、きっと君こそが運命だなんてことあんのかな、好きって魔法だねファーストですら、私からも大好きだよ、あんな慣れ方とのジャンパン優勝しちゃうんだ様、デルジュ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 。結婚するまで交際期間、え、なんかその交際期間とかも、なんか昔はいやさすがに2年ぐらい、2、3年付き合ってみたいな考えてたんですけど、で絶対思ってたんですけど、意外と周り見ると1年とか1年経たずとかで結婚してる人って多いなと思って。それは例えば18歳とか19歳とかだったら、なんか2年とか3年とかさ、それはあれですけどさ、もう例えばさ35になってさ、いや2年も必要ですなんて流暢なこと言ってられないじゃないですかね。そうだからさ、もうさ、あれなんか勢いだなって思いました。勢いですよ、何事も、タイミング、勢いとタイミングで、とかもしかしたら私交際0日婚をしちゃうかもしれないし、あ、もうきっと君こそが運命だって思ったら、もう結婚結婚ってなっちゃうかもしれないじゃん。そうだ、だからもう20歳、20後半からもうね、 2年も3年も待っとられんですから。婚姻届持ち歩こう、いいね、持ち歩こう、ゼクシーのピンクの婚姻届がいいな。で、例えば、
例えばじゃあゼロ日婚ってことは、例えばですけど、あのもう小さい時からもうお前とはマジで腐れ縁なんですけど、本当もう鬱陶しい、離れてくれみたいな幼馴染がいるとするじゃないですか。でも全く付き合ってない、もう恋愛対象と思ってない。で突然ある日20後半くらいで久しぶりに会ったら、もうはっみたいな、あ私この人と結婚するんだと思ってゼロ日婚になるかもしれないじゃないですか。だってもうちっちゃい時一緒にいっぱい過ごしてきたわけだよ。だって交際はしないから、交際ゼロ日婚だから、そうだよ、あ、いいんだよゼロ日。カラフルな夢はここにある、胸の奥に、あの頭カラフルな人ね、全然幼馴染じゃないのよ。カラフルなささやかな風に歩いてく、嬉しい時にもヤッホー。てかもう眠すぎて目が赤くなってきた。そういったお友達いない、いない。幸せですよ、毎日楽しく生きてます。今楽しい。眠たいし、お腹鳴るし、もうダメです、もう寝よみんな。何時？ 12 時になった。もう私は寝ます。よし、じゃあランキングを読みます。明日お仕事です、明日までお仕事です。じゃあランキング読みます。13位、あきびぴぴんちーさん、ありがとうございます。12位ナンさん、ありがとうございます。11位ニシアンさん、ありがとうございます。10位マッチュさん、ありがとうございます。9位タケルさん、ありがとうございます。8位ユキなんて読めないさん、ありがとうございます。7位キュスターさん、ありがとうございます。6位ブリントさん、ありがとうございます。5位フクタンさん、ありがとうございます。4位田所さん、ありがとうございます。3位ケンさん、ありがとうございます。2位シュローケンさん、ありがとうございます。そして1位ジュニーさん、ありがとうございます。え、今日誕生日だって、ナンさんおめでとう。キラキラおめでとう、おめでとう、いい誕生日。あ、今日って日付変わった、今日どっち、昨日今日、おめでとうございます。幸せになってください。見て、結婚式のさ、お祝いムービーみたいな、なんさんお誕生日おめでとうございます、幸せになってくださいって、ほらなんかさ、ムービーみたいだね。ということで皆さん、おやすみなさい。バイバーイ。